やっていこうか。前回はなんかよくわからない番犬ちゃんとイチャイチャお座り待て伏せチンチンまでやったというところで、今回なんですが、どうやらまだボスが、まだまだたくさんいるということで、なんか見てるとですね、なんか呼び水の村っちゅうところが、そうそう、関門橋を抜けて、こっちの方だったかなになんか、そう、関門前の廃墟を右上の方にふわーっと行くとなんか気持ちよくなって、なんか天国に登る気持ちになっちゃいます、みたいなのがあるっぽいので、そっちまで進んでいこうかなと思います。で、ナウどこ？あーですね、はい。まあ、その道すがら、おっそ。その道すがらですね、まあ、私、まあ、見ての通り、レベルを上げるためにルーンがあまりにもルンルンしているところなんで、さあ、やっていこうか。今日も派手に散れよ。どうも、どう考えても、後ろ姿そっくりで、私、あなたの味方です、みたいな状態になってるんですけど、まあ、そんなことは気にせずに、たた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 。あたた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 超邪魔。これはどうやって外したらいい？ああ、消えた消えた。だからこっちの方に向かっていきたいから、そう、なんかね、こっちの方にね、ボスがいるという、うわ、あれ消えてなくない？消えてなく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 ない？あれ？いないな。てかなんかちょっと待って、行動ってあるんだけど。行動へ行動。あ、じゃあなんかやったな、そういえば。で、行こうか。そう、で、オープンワールドだから、もうこれね、なんになるかもわかんないし、どの程度やればね正解なのかゴールなのかっていうのも、まあ、ちょっと探り探りではあるんで、まあもしかしたら急に最終回 VS ボスみたいな感じになってるかもしれないし、まあダラダラとね僕の雑談が大好きっ子、なんか地面が震えた。そう、僕のね雑談が大好きっ子ちゃんなんです、キャッキャイチャイチャウフフみたいな方々がいらっしゃれば、もうそれはそれでねやっていこうかなと思いますんで、まあ長いパートになると思うんですが、ぜひお付き合いいただけると幸いの極みです。ということで、みんないいか、静かにしろ。しし、狼のくせに全然匂いで気づいてくれないというね、本当にお前狼か。さあゴリッと行こうか。ゴリ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 ッと中、福島さーん、せいさあ逃げろ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 、ぽいせい、ドゥンドゥンドゥンドゥ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 、わわわわわ、ワンちゃん、わわお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 、うりゃー、飼い犬を殺された気持ちはどうでーす、せい、ほらおらおらおりゃあ、どうだ、なんか上手くなってない俺ね。いつもだったらなんかしょうもない一撃食らってさ、痛い、もう助けて、目に死ぬとかって言ってたけど、なんか生きてるしダメージも食らってねえしね。で、あとさ、前回の番犬ちゃんをやっつけた時に、あの番犬ちゃんの存在を知らなくって、番犬ちゃんやの攻略の仕方っていうのをなんか、なんだったっけな、なんかのサイトで見たんですよ。そしたらさ、こういうジャンプもそのあ、ちょっと待って、なんかめっちゃこっちの方にいるし。来る？いない。来てる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 、ごちそうさまでした。さよなら、さよなら、さよなら。いない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 。もう見えないよ、いないよ。じゃねんでしたね。よし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 。そうそうそう、そっちに行きなさい。あなたの出番ねえから！そう、そしたらこう、ジャンプで、こう、あのいつもローリングさん、何なんだ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 、ちょ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 、怖い怖い、音楽は穏やかなのになんかすげえゴリ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 、わあわあ、助けて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 、大まっぱからが来た、大まっぱから、大まっぱから、大まっぱから、こんなとこ登れねえだろ大まさんじゃ、残念だってね。ええで、あとなんかねいるんすよ、あれは NPC？ それとも、味方？敵？どうなんだ？うわー！敵だった！ゴリゴリの敵だった！
ふい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 、ちょ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 、オッケー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 、いやゴリゴリの敵だった、なんか急に強そうなやついる、ちょっとちょちょ勘弁してくださいよ、私ただなんかよくわかんない村に行きたいだけなんですよ、っていうかキッツ、いやー向かってきてるな、向かってきてるな、はい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 、帰れ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 よ、さっさと帰れ、 Go home Go home home、 いいかペソ、 home、よし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 、あいつあいつ金ずるか稼げるのか、ってかめっちゃ狼見る、あれ狼と戦おうとしている、おお、それはちょっと見てみたいなと思ったら狼がこっち向かってきた、なんでやねー、あ違うわ、てか狼がなんか向こうの方でモロとサンと食べちゃダメってなんかサンに怒られてる感じがしてる、こっちには来ない、両者の音楽も穏やかになってあいつも帰っていかない、だから向きどうなってんのよあいつ、あそこにもなんか、あ、じゃああれ鳥か。バーズってか、戦えよ。普通にお前ら戦えよ。狼。よし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 。まだまだ時間はたっぷりぷりぷり、おっぷりぷりあるからね。じゃあ行こうか。てか、でもこれ一撃じゃ殺せなくない？まあいいや。このザック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 、ザックザックの音も聞こえないようじゃまだまだだな。ほら、横行してる暇があったらさっさと気をつけてこいやー。てか、こいつを、って、切り倒しても別に何にもないのか。何にもない。てか、そうか、馬使ってきゃいいんだよな。いる？あれ、狼か。狼ちゃん。狼ちゃん、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 ちゃん。あ、いた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 。あ、いた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 。これ自然治癒がないからね。さあ、これはなんだ？やった！なんか武器具のうんにゅん、うんにゅんか。うんぬん。お邪魔しました。お邪魔しました。す。バレたね。てか、あー、なるほど。あいつが馬に乗ってんのけ。なんたる無礼者だ。上、高いところから見下ろしやがってよ。作法ってものを教えてやる。でも、ギャオーってなんかさ、叫び散らかすってことはさ、中身は人間じゃねえってことなんだな。あぶりちょー、おーやった、間違え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 た、せい、せい、せい、オッケー、帰れ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 、ドゥン、ドゥン。まあ、狼が来る分には別に構わねえよ。てか、でもこのダメージ実は狼にしれっと食らわされてるっていう感じなんですけど、え、何？音楽が止まない。止まない雨はない。明けない夜はないみたいな。おーりゃ行くぜーせー、へたくそ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 、オオカミもへたくそー、ててててて、どこ向いてんどこ向いてんの、まず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 、残暑が厳しいよね。急に何の話をしているんだ。でもこれ飛び降り自殺したら多分ね、死んじゃうんだよな。それが自殺だ。行くぜ、スイープレイ。あー、これでも下にも降りれるんですね。で、ここ何？ぴょん。この先、関門があるぞ。関門橋。あ、こっちにしれっと行けるんだな。あ、やったー、祝福の儀式。チャラチャチャ、チャ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 。ロストリバーデルタへようこそ。じゃあここで休んでいきましょうか。で、レベルはさすがに上げられないな。メリナと話せない、あの子と話したいよ。あの子とキャッキャイチャイチャウフフしたいんだよな。でもこれ何も出てないってことは無理ってことですね。で、ちょっと待ってね。そのさっき、あー、まだまだ先ですね。じゃあ皆さん道中長いですが、私のトーク面白すぎてもう報復絶倒することを目標に頑張ってるんだけど、ここ待って、降りたけど登れなく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 ない、あれ、あ、行き止まり、そしてなんか座り込んでいる。なんで今切った？どうしよう。これ登っていかなきゃいけないですね。まあ、こういうさ、だらっとした時間とかさ、それかさ、まあ、毎度毎度言ってるじゃん。俺のゲーム実況はゲームを見るんじゃねえ。ラジオ感覚だっつってさ。
言い訳セイバイオッケーチャラチャ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 と、だからゲームを変えるなっちゅうので、あれはなんか、うわー、なんか素材を取る、出た落花生、落花花なんだけど、落花か、ちゃわ、落葉花だ。あれは動き始めた、まあレボリューションではないな、ちょっと腰の曲がりすぎた伝説の剣士、ゲートガーディアンかもしれない。クマか、あいつら地味に強いんだよな。せいで、これはなんか、あ、調べる。金に帰る者たち導き、あるいは見送り。こっちに行けと。でも俺あっち行きたいんだよな。あっちの方にその呼び水のなんちゃらっちゅうのが、あ、こっちから行くべきだったのか。しまった。ん？あ、なるほどね。ランデブ。あー。ってことは、嵐の丘から行か、え、ちょっと待って。その呼び水の村っちゅうのどこなのよっていう。あ、でもこっちからも行けなくはないのか？いや、行けねえな。ここを飛び越えていくっていうことは、まず、あ、あっちからぐるっと回れる？いやー、オープンワールドをゲームをやるのは、ポケットモンスター。なんだったっけ？スカーレット・バイエルットだったっけ？と、ティアキンをちょろっとやったくらいだからね。もうオープンワールドっていう、その世界観。いやー、なんかグロテスキーなやつがいるってか、あれか、あいつ海岸にもいなかったっけ？あの、なんかニョロ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 。なんかもうエロ漫画に出てきそうなタイプのやつ。今こっち来てる！ちょっと待って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 、ごめんなさい、失礼しました、さよなら、バイバイ、俺はこいつと旅に出る、ピカチュー。あの橋渡んなきゃいけないのか。ってことはここ下に降りてる時点で俺無理なんじゃねえか。ってことは嵐の丘、嵐を呼ぶ最大の5歳児、クレヨンしんちゃん、めっちゃいるわん、ここに。ここにいっぱいいるっていうことは、じゃあとりあえず飛んだ方がいいんじゃねえか。で、飛んでって、そうだな。そうだよね。よし、じゃあ飛びましょう。失礼しました。ここまでダラ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 言ってたけど。なんちゅうこと。じゃあ行くか。登っていこうか、ほとどぎす。織田信長もびっくり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 、くり。栗は栗で止めるのは良くないな。で、あ、そういうことね。じゃあ、ここをまっすぐ行ってたら、あー、なんとなくそれっぽいところの道には行けそうな気がするな。羊ちゃーん、あなたのマトンを私にくださーい。せい、いや、だから転がり方がなんかもう、面白すぎる。せい、ブリ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 。はや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 。行くぜ、黄金ルーン。あ、え？あ、いるな。いるんだな、ちゃんとな。敵っちがな。で、しかもあいつこっち向かってきてないか？紛れる。私の名前はカメレオン。タタ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 タラタタ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 タセイバイスイオッケー、さあ起き上がれ起き上がれガンダム、オッケー。さあ味方が倒れていても、てか刺さってんのかよ。こいつの毛皮のコートの方がなんか強そうだから、もらえたら嬉しいんだけどな。さあ来るかな。急に生えてた実がなくなって、あれ、なんか犯人いるんじゃねみたいな。タラタタタラタタタタタラタラタタタタただのお越しのバッチョーバッチョバッチョバッチョのジュースでかっぱ寿司せい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 しょ、うん、ちょ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 、あれあれあれ、なんか急に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 、なんであいつあんな速いんだ、アホか。せい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 、オッケー、やられたらやり返す、やられなくてもやり返す、誰かに構わず、やつけ、あー、できなかった。でね、このゲームのね、すげえ怖いところがさ、急に
さ、なんか敵の声がドゥンツ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 ドゥ敵じゃねえよな。ロストリバーデルタへようこそ。オッケー。じゃあお話ししましょう、そうしましょう。話しかける。SCP before。ベルメールさん、ナミのお母さんはベルメールさん。はい。ん？うん。復の導きを。信じましょう。ありがとうございます。まあ、完全になんかあの骨をまとってるやつなんじゃない？はい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 。ならば聞こう。私のせい、ああ、なんか新しい技が増えるんだったらやります。私剣しか知らず、それ。ほい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 。いつまでも二刀、てか二刀流なんか剣かけてね？あ、違うか、そういうことじゃないか。やったー、まっすぐですか。操作してる人はもう汚れまくって、もう曲がりまくってるけどな。あと戦技を学ぶ、前技を学ぶ。戦技戦技。あー、ルーンがいるの。踏み込み、切り上げ、で、キッド、我慢、すべての近接武器攻撃、武器、ん、回転、あ、回転切りは覚えてるからいいと。これはなんかできるの、戦技なし。パリー、あれでもなんか覚えてない。あ、貫通好き、あ、これいいな。踏み込み、消費 FP、鋭利。じゃあこれをやりましょう。せい、でもまあ、なんか一旦はこんくらいかって、とりあえずこいつあれだな。金が欲しかっただけか、こいつ。偉そうなこと言って。でもなんかこいつランスだ、ダンスができず。破れ死んでいった証。暗いなぁ。もっと明るく人生生きようぜ、英雄たんなんだからさ。うん。剣と前技が好きなんですね。つまりあれですね、前技をして剣でぶっ刺すってか、もうただの下ネタじゃねえかよ。じゃあ立ち去りましょう。また、あ、じゃあ、あ、もう前期はもういいって、もう、あ、もう、あの、高速回転、見所攻めをすればなんとかなるからさ。とりあえず、まあ、1000ルーンという大金を払って、これ、そうじゃな、どうすればよかったんだっけ？あ、ちょ、外すな、ちょ。インベントリーじゃなくて、あれ、これさ、武器の強化ってどうするんだったっけ？ここじゃできないんだっけ？どっかでできるんだよな。シミター、なんか柴田プラス2みたいな。嫌だな。で、ほい、ほい。必要な経験値。ああ、必要な経験値が足りてねえってか。はいはいはい。そもそもの筋力が足らないって話ですね。ちなみにこれは今、は、市民の重複、軽装、雷に強くなるけど。てか。足もなんか全然揃ってないもんね。防御力もそんな高くなってるわけじゃないし。ないか。そっか。あれ、どこでなんか、なに、ああ、あれか、円卓に行かなきゃいけなかったんだっけな。実は裏で円卓をなんかこちょ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 やったりはしてみたんですけど、あそこに行ってやらなきゃいけないのであれば、またまあ、いつかやりましょう。あれ、なんか地味に体力削って減ってね。そんなことある。あ、ふー言うてる。ああ、君か。え？わあ！あっちに行くのに？わあ、ここ通るのになんかあんのかよ。いるな。ここはまたこう、ダッシュ、ダッシュ、大丈夫？クエンド。いやゴリゴリにバレてるやろ。なんで彼らまず動かないのよ。先手必勝なのに。てかむしろあの距離だったら、もうなんかダッシュしまくった方がいいっていう感じなのか。今バレてないよね。素材を取る。おっしゃ、うんこ投げつけようぜ。ほら、腐った卵もさ、ダメージ量が高いじゃん。バイオ5かっちゅうねんって話だけど。よし。行くぜ。え？ちょっと待って、後ろのキャンプ場が。おらー！オッケー！なんか投げてきやがったが、そんなの関係ねえ！はい。なんかめっちゃこっちのいる。さあ、飛んできたところ？飛んできたところ！なん
んでそんな、なんかエレベーターのようにスーンって来たけど、なんなんこいつ。わー、びっくりした。で、あいつは急にスピードアップしてくる。ぎょいっと。せいせいせい、体力お化け。さあ、次は。お次は。お次のお手間てくせ、キノコ。もうなんか前儀にキノコってもう下ネタだよね。で、剣技で刺すってか。わー。敵のアジトって感じがする。すげえ安っぽいコメント。安っぽくて下品な笑いを届けるのが私のスタイルでございます。まあだからね、中学生くらいかな、ターゲットは。それ以上のコラが見ちゃいけない、いる？え？ああ、なんかいるんだな。あ、ちょっと待って、なんかこいつ、こいつは強いぞ、こいつは強いぞ。あ、てさいなら、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 またのお越しをお待ちしております。ちょーちょ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 、個人事業主のことはみんななっちゃえばいいと思ってるよ、個人的に。わー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 、ぴゅっとさ、ワンワンをだけ来い、ワンワンをだけ。さあ、こっちに来い、こっち来い、さあ、来い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 、さあ、来た、よく参ってくれたな、せい。あ、てせいばい。お前も来るんかい。お前はお呼びじゃない、お前はお呼びじゃないから帰れ、帰れ帰れ帰れ。なんかあの、致命の一撃を食らわしてもさ、なんか全然効かないっていうさ、強いやつなんかも大嫌いなんだけど、もうしゃがもう。スクワットのお時間でさ、足腰鍛えて、四頭筋をごっちごっちに鍛えていきましょう。さあ、バレてないバレてない、こっちは向いてるかもしれないが、そんなことは関係ない。あっち行けしし、帰れよ。おったんこなすビーム、ビビ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 ビ、バレてないな、気づいてないな。ええ、スーって消えてった。んなわけねえよな。さあ、剣をしまって、私がバックからついてやっからよ、私がバックからついてやっから、後ろから、そう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 、剣をしまって、あれ？さすがにバレてる。はい、剣をしまって、なんでバレてんの？よし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 。もう、もうこれ以上、これ以上犠牲を払いたくないんです。すす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 、さあ、お覚悟なさい、私があなたを導きましょう。黄泉の世界へようこそ。漆黒漆黒漆黒、ワッオ先手必勝。あれ死んでないので、勝った。オッケーで、で服、衣服を剥げ、衣服と盾を剥げ。あ、なんか脱げてる、脱げて、実はハゲだったのを隠すだけだったかもしれないな。ゴリッゴリのてっぺんハゲなのかもしれない。これバレてへん、すっげすけなんやけど。こっち向かってきてるじゃん。バレてない、バレてない。あー、OK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 
デイ。え？あれ？ああお前生きてたのかよ。よいしょ、オッケー。生きてたというか、まあそれは生きてるか。なんか男爵芋？勇者の日課、あれ普通に肉食ってんじゃねえかよ。せいせい。ここ何もない。で、なんかすごいね、こっちにゴリッと向かってきてるやつがいるんだ。投げてきたー、甘いわ。うら、せいせい、わー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 、せいせい、やばいやばい、せい、あぶれ、お互いに攻撃が下手くそね。ちょ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 、今さら回転し、どうすんねん。で、終わりか。はぁ、こんなもんけ。ピーバイ。で、こん中から。あ、おじさん登場してる。びっくりおじさんと、おちょー、エジソンは、何度でも言うぜ。エロい人だ。なんだ、ヒーターシールド。あー、寒いふい。うわ、びっくりした。もう、どこからともなく、もう、いるときはいるって、ちゃんとさ、ピンポーンと押さないとさ、急にさ、家の中に入ってきてもさ、そういう、そんな失礼なことしないでしょ、普通は。考えなさいよ、もっと。ゲームにそれを求め、なんかすげえブラッティやん。
ブラッディエンジェルスやな。ブラッディ、ブラッドルエンジェルスのエミリースパイダーだ。スパイダーエミリーか。最後は最後にね、あの、ルパンのことを後ろから撃とうとして卑怯なことをしたくせに、一撃必殺。うわーダダ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 ダうん、Can you hear me? 助けてくれ、はめられてしまったんだ。後ろからはめはめされてるやつがいる。あんなで、ああこれか、これ、え、何、はいはい、これ攻撃していいの？これは戦士の壺、鉄拳アレキサンダー、見てる通り穴にはまってしまった。待って、体の作りどうなってんの？これ攻撃していいの？脱出を手伝ってほしいんだ。はい。いや、まあ、喜んで手伝いますけど、はい。ぐわー言ってたやん、さっき。では、俺の尻を何か大きなもので殴りつけてくれ。そのままスポット抜けるようにな。なーに？おま？剣で切っても怒らない？ちょっと待ってね。えい！青なの？こっちか。チリね、はい。せい。おう。ああ、出てきた、出てきた。なんか随分と変わった顔、なんかガイモンさんみたいな体してんな。怒ってる？攻撃しない？大丈夫？ああ、よかった、よかった、よかった。ああ、なんかさ、もう白面のバレエのせいでさ、もう俺声でアレクサンダー、早く割れるところだった。え、顔どこ？顔、真上向いてない？それだったら。なんかすげえ面白いおじさんがいる。うん。強烈な一撃を私に浴びせていただけて。やったー、なんかくれた。何はいはいはい。なんかさっきももらった気がする。え、君は何なんだ？己の東に向かっているんだ。赤く腐ったケイリットの矢がある。その南端にはラカジ市場で、戦祭りが、戦祭りの伝承の中でしか知らなかったが、なんとも心躍る。心躍る、パパ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 。これもう一回知り切ったらどうなる？グワッ！ああ、なんだ、ただの M 野郎だった。なんだ？なんだ？なんか、急にお金が降って湧いてきたんだけど。あそこ、渡るのにあいついるのか。どうしよっかな。まずは焼き鳥。で、あそこに行くのは、ちょっとやばすぎるのと、今夜なんだよな。子供からやっちゃいます。せい。えい、子供やられて怒るパパかママかわからないけど、ベッチベッチのピー。おお、なんかすごい移動距離。たーばランチキショー、すいませんでした。ただの突進でした。これ落ちたら多分死んじゃうんだろうな、ぴょいっと。ピー。じゃあ、でも行くしかないよね。開けてほしいな、夜。今何時？今何時ってか、今、あった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 。なんだ？大トンボの頭、なんで？あれ、俺いつの間かやってたっけ？なんかすげえ暴れてるやつがいる。あいつボスなんじゃねえか、もはや。ということで。これ意外と朝にしたらさ、いなくなるとかそういうオチはないか。レベルアップまだできない。まだあと700ルーンって結構よ。でもめっちゃこっち見てるし、じゃあ朝まで。タラッタ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 、これ何だったっけ。タラタンタンタンタラタンタン、違うな。いや、いるな、もうゴリッゴリにいるな。でかい。あ、違うわ、これ。あれ、なんかさ、いくつか前かのさ、あの時に、砦にいたやつなんじゃないか？ってことは、あいつそんなに強くねえぞ、多分、きっと、おそらく、メイ。朝日が眩しいんですー！ごいーん、ごいーん、ごいーん。ウィ
せいせいせいほととぎすせいせい、なんかあれ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 、本当に一方的にやっちゃった、ごめんね。なんか もうちょっとなんかやってくるのかと思ったけど、やった、神殿石。神殿か、それは鎮魂か。で、何？痛い噂る、探石。ああ、これがあったら武器がレベルアップできるとか。今持ってる武器をレベルアップ、なんで読めないの、メッセージ。メッセージ、頭。だからなんやねん！さあ、行こうか。で、こっちの方に行く。うわー、リムグレイブ。あれ、今もいたところリムグレイブじゃねえのか？ぼちぼちでんなー。なんかいっぱいあるわ。墓地がいっぱいあって、ぼちぼちでんなー。あれは敵？話しかけられる？ああ、やったやったやった。よかった、攻撃するまで。ヒッ！ああ、いや、まあ全然いいんですけど、このところで音立ててて怖くないですか？大丈夫？お客様でしょうか？え？放浪の民の承認。ほう。なんだ？亀の首付け。一時的にスタミナ回復速度を高める。ああ、これ、なんか、ボス戦とか非常に、あ、へえ。あ、でもな、ここで、あ、プラス3まで強化できる。なるほどね。盗賊のマスク。これは比較とかできるんか？R。違うな。比較はできない。いや、ハルバート。はるばるやってきましたぜ。筋力が足りねえってか。で、火の戦車。ショートソード。あー、まあ、今んとこいらねえな。逆に売るか。で、これ何？一時的に物理攻撃。はー、なるほど。これは、ボス戦とか挑むときにいるかもしんねえな。で、これはなんか売れるのか？腐敗したエビ。赤い腐敗。魔力攻撃。まあ、いずれは必要になってくるのかもしんねえけどな。てか、これを売りましょう。これでレベルアップができるようになるんじゃないか。よし、ちゃ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 。ただこれを失わないようにだけ気をつけなきゃいけねえな。で、うわ、なんだこれ。カニ玉。オーガニを倒すって、オーガニックウェポン、バイオオーガニックウェポンってか。よし、じゃあ、とりあえず35くらい動か。まあ、ちょっとオーバーする分にはいいでしょう。まあ、これでレベルアップできるし、この辺なんか使ってんのか使ってんのかよくわかんないな。死んでなんだ？あー、まあいいや。で、探石、特殊な武器を1つ、あ、武器を6まで強化できる。あ、1個だけ持ってんだ。へー、素晴らしいですね。こんなのに付き合わされる皆さんの今の気持ちを教えてあげましょうか。うちのメス、さっさと次進めて。笑ってんじゃねえよ。あ、だってカメ。カメカメピピピー、カメピピピー、あなたのお首をくださいな。すっぽんの一気ちん。生卵、生卵、オッケー。じゃあ行こうか。そういえばなんかさ、ビーガンがさ、なんかまたあのさ、コミケ会場でさ、その道すがらにある、その、なんか駅から降りた会場に向かう道に残虐な写真とかを置きまくって、なんか子供たちにそれを見せてもう虐待だみたいな話とかで盛り上がったりとかもした時期ありましたよね、ほんと。別にさ、ビーガンの人たちの存在そのものをさ、まあ僕は普通に肉も食うからあれだけど、否定するとかっていうのはさ、決してしないんだけど、なんか、押し付けてくる感じがさ、なんなんて思うよね。もう自分たちがさ、もうあの植物とか、まあ要は肉を食わずに生きていきますよーっていうことを、もう心に誓ってそのように生活をしていかれるんだったらどうぞご自由にっていう感じじゃん。なんでそれを広げようとするのっていうね。だからそれって結局、ビーガン食で生きていくっていうことの正しさじゃなくって、動物を殺すなよっていうことを、まあ言いたいのかもしれないけどさ、別にさ、だったらさ、そういうことじゃなくてさ、どっちかというと、ビーガン食で生きていくことの素晴らしさっていうのを解く方がいいんじゃねって思うけどな。え？え？親方下から死体が生えてきた！なんかちょっと待って、うおー、ちょ待って、なんか、はえ？そんなことあるの？病院？あー、無理だった。おら、あー、ちょっと待って、いっぱい生えてきてる。生え切る前に。おら、よし。うわー、下いっぱいいる。セイス。オッケー。体力はそんなにないんだけど、こう、たくさんいられるとビビっちゃうよ。痛いって、なんだ？おめえか。違う。あれ、なんで攻撃しない？あ、なんで盾になってる？ホワイト盾。ホワイトシールド。痛い、刺さないでー。ちょ、めっちゃいる、ゴリゴリにいる。待って、カースト、呪われてる。どうしよう、爆発してる。え？あ、これ一生蘇るの、こいつら。死んだ後にとどめ刺さないといけないのか。そういうことか。よいしょ。
この状態でもう一回バラバラにしてやらないとバラバラの実から復活しちゃうとか、めっちゃ刺さってるわん。なんか書いてある？頭の時間だ。だからどういうことよ。またこれ生えてくる？いっぱい。あー、びっくりするわー、もうほんと。で、あいつはなんだ？なるほど、これは。あ、これは、あ、味方ですか。あ、なんだ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 ？なんかそう、語ってる人がいる。まあでもなんかさ、個人的に思うのさ、俺は D。もう！お前だったのか、ジョイボーイ。うん。はい。あ、そうなんすか。船もいるだろう。船。無駄に屍。ああ、そうですか。はい。あなたが一緒に来て、私と戦っていただいたら、あの、何にも怖くないと思うんですけどね。そうなんですよ。だからまあ、まあね、個人的にビーガンに思うことは、なんかビーガン食を食べてる人で超健康的だっていう見た目をしてる人は、なんか皆無だよねって思ったりもするんですよね。だから別に肉ばっか食えっていうあれじゃないけど、まあバランスよく食べて生きていくっていうのが大事なんじゃないですか？うん。よっしゃー！じゃあ、ちょっと時間が時間なので、なんかその村うんぬんとかっていう、ちょうどその明かりもたどり着いたし、ああ、ちょうどあれ、あるじゃん、祝福。祝福があるから、なんか船こいてるやついるけど。じゃあ祝福にたどり着いたし、ここを一旦じゃあ消して、OK、消えないと。じゃあここいらで一旦終了とさせていただきましょう。じゃあ次回、あのなんかこいでる船も気になるんですけど、あそこ向かってみるか。じゃあ、でも船こいでるってことはさ、いけねえんじゃねえか？まあ、そんなことも言いながら、では一旦こちらで終了とさせていただきます。ではまた次回パートをお楽しみに。またね、バイバイ。